1924年、日本が台湾を統治して29年目の年、民間経営のカレン鋼木材株式会社の20人の探検隊は、カレン林田山から西に向かって出発し、1週間にわたる森林調査を行いました。結果、牧歌山一帯に広大なヒノキ林が確認され、8月15日付の台湾日日新報は、東部中央山脈のヒノキ林は林田山、牧歌山などの地域にあり、森林が鬱蒼と生い茂っていることから無尽蔵と呼んでも過言ではないと紹介しました。そして1931年、台湾総督府から牧歌山事業地の経営権と伐採許可を得た後、1934年からこの地において半世紀を超える林木生産の地、後のハロンが始まりました。ここはカレンで最も賑やかな市街地の一角です。中山路と41号の交わるここは、かつてカレン鋼木材株式会社の所在地でした。1931年のカレン鋼町分布図からは、会社の向かいがカレン鋼駅で、その後整備されたカレン鋼からわずか 3km の距離にあることが見て取れます。当時の台湾東部で最も重要な市街地にあり、山から原木を切り出し、鉄道で台湾各地に運搬するほか、中高級の原木を船で東京や大阪に販売する業務を統括していました。かつてカレン鋼木材株式会社の事業規模は、台湾の民営伐採業者で最大のものでした。運営状況が良かった時期、生産の中心は李魚潭と智南国家森林レクリエーションエリアの西側の牧歌山一帯でした。今回の主な目的は、かつての索道島、すなわち昔の智南天雲ステーション、今日の智南国家森林レクリエーションエリアから3号索道島までを訪ね、それから大京線鉄道の区間を訪れることです。以前は3本の索道がここにありましたが、資料によると今では倒れ撤去されたようです。全部倒れました。何もありません。何か見えますか？李魚潭、智南。こうやって見ると、ここが1号索道の発送点のはずです。あそこから智南の到着点が見えます。ここからは智南国家森林レクリエーションエリアの全域が見え、李魚潭の部分を含む全てがはっきりと見えます。以前の発送点と到着点が高い位置にあったことが見て取れます。こうすることで木材の運搬がスムーズになるのです。これは1号索道の発送点が撤去される前の様子です。当時テレビ局が山林レジャー番組の中で撮影した貴重な画面です。しかしここは一般の旅客の目に触れることのなかった場所です。ロープウェイ降りて 0.4km の1号中間軌道に沿って進みます。ここは標高 900m で、気温も林草も下界とさほど違いません。日本植民時代、台湾の山林の多くは官営でした。阿里山、八仙山、そして太平山などがそうです。カレン鋼木材株式会社は数少ない民営の業者でした。当時、牧歌山事業地の開発に向けて、花木社は林田山と大安山事業地の経験に基づき、3段のロープウェイを軌道と組み合わせる方式で、原木を海抜約2000メートルの伐採現場から
海抜約200メートルの貯木場に運ぶ最も効果的な運輸線路を打ち立てることにしました。その後鉄道でカレン市や各地に運び販売するのです。折しも台湾ヒノキの日本内地と台湾島内における需要が急増し、木材市場は活気づいていました。産地では伐採、集材、運搬、造林などの林木生産に携わる大量の人力が求められました。切り倒す方向を決めた後、切り倒す側とその反対側にノコギリを入れます。切り口はまず45度角の三角形に入れ、一方の切り口を後ろ側から入れます。風向きと樹幹のバランス、そして安全にも注意が必要です。木が倒れるぞ。木が倒れるぞ。日本植民時代にはチェーンソーなんかありません。一つの伐採区に 7、8人のコリがいました。手動で切ると遅い、取材に追いつかれないよう気をつけました。 7、8人のうち多くの人が木に押しつぶされて死んでしまった。多くの人が死にました。私の年代の木こりはもういない、全部死んでしまいました。危険な仕事でしたが工賃は良かったね。1945年、第二次世界大戦で日本が敗れ、台湾は中華民国の統治下に入りました。森林資源の多くは台湾省政府林産管理委員会が接収しましたが、花蓮県の地方財政を助ける目的から渤海山の森林開発は花蓮県政府が経営管理することになり、渤海山林場と名を改めました。ここの渓谷は深いため、鉄橋を架けるとき2層の建築方式を採用しました。真ん中の1層はほぼ1本の原木を使い、全長20数メートルで、中間のここの場所でまたいでいます。高さは10メートル以上でとても高くそびえています。建てるのに一苦労しました。これは渤海山林場のメイン運搬ラインです。中央山脈のチアカン山脈を西に向かって切り開き、渤海山、大海山、ハサワン山、そして武陵山の一帯まで続き、全長は40キロメートル近くに達します。沿路には三高路、旧渤海、新渤海、大宝山、そしてハロンなどの拠点が設けられています。軌道は崖沿いに山を巡り、全線で大小600余り橋が架けられており、その工事の見事さは見ての通りです。この 7.4km のところにある旧渤海ステーションで車を待つことにしましょう。新渤海 4.9 わ、まだ 4.9km もある。プレートはまだありますね。花蓮県政府が渤海山林場を経営していた時、花木社の残したこの生産路線と施設を活用し、生産業務を継続していました。創業の初期は全て正常に運営されていましたが、次第に設備が老朽化し、投資も不足し、生産量も不安定となったことで、経営に支障をきたすようになりました。台湾省政府は、台湾の森林経営統合の原則を掲げ、渤海山林場の改修を望んできました。しかし、山の下で経営権の問題が議論されている中でも、山の上での生産は続けられました。
伐採した林木は積み込みスタッフと運転手の協力のもと、巨大な原木の間、山を越えてロープで滑車を滑って指定の場所まで運ばれます。取材のプロセスはとても壮観です。当時取材を専門にやっていました。伐採班が作業を終えるとその後に私たちが入ります。ワイヤーで締めるのですが、直径 1.2 インチのものを使いました。ワイヤーにも注意が必要でした。倒れた木が跳ね返って人に当たることもありました。取材工はいつも怪我の多い仕事でした。霜や雪でも仕事のために山を登りました。雨がすぐに氷結するので手が凍えても仕事をせねばなりませんでした。教育も受けておらず字も読めない私は生活のために山で仕事をしたのです。平地で仕事がないから山で仕事をするしかなかった。それだけのことです。1958年7月のウィニー台風に際してカレンは深刻な被害を被り、牧歌山林場も全面的な生産停止に追い込まれました。カレン県政府に修復の余力はなく、林場はこの年の10月に台湾省政府に移管されました。1960年には制度改変が完了し、林務局牧歌林区管理所ハロンワークステーションとなりました。はい、ようやく大海山が見えました。あそこは3日後に越える場所で、ハロンワークステーションまで下って今回最も重要な調査を行います。ハロンワークステーションは日本植民時代ずっと産地行政の中心地でした。このうちハロンの名所が最初に現れたのは台湾日日新報の記事です。ここでは森林作業計画調査員が牧歌山頂からハロン山頂の調査を終え、ハロン山の近くに白昼も真っ暗なこの手頭の大森林があったと明らかにしています。カレン港木材株式会社とカレン県政府が24年にわたって林木を生産した後、ハロンのヒノキの森林は豊かな蓄積と高い品質を誇っていました。林務局の他の直営伐採木材の生産量では台湾の建設需給を賄いきれなかったあの時代、ハロンは生産の重責を担いました。作業員は巨大な原木を運搬車に積み込んだ後、まず余計な枝を取り除き、慎重に釘付けするとともに重心のバランスにも気を配ります。荷積みした巨木はいずれもサイズを測定し、運搬リストに記入した後山の下に下ろします。私はハロンワークステーションの運転手でした。木材を運び1回に10台の車を引っ張っていました。木材は台車の中心に置いて、曲がるときはこうやって曲がるのです。ゆっくりと運転しながら見ていても脱線することもありました。歪みがあると脱線するのです。時には台車が壊れて脱線したこともあります。車輪が折れてしまったこともあります。いろいろですね。
ハロンワークステーションは大海山北陵の海抜およそ2000メートルの場所にあり、昔はケーブルカーに乗って軌道を走り、だいたい1日がかりで到着しました。林務局の傘下に移管した後のハロンは人事や組織を拡張し、欧米で製造された生産設備を購入し、ノコギリもチェーンソーに変わり、生産のピークを迎えていました。ちょうど政府が外貨獲得を進めていた時期でもあり、農林業で商工業を育成する政策のもと、ハロンの生産目標は3万2500立方メートルに達していました。この時、山の下の知南天雲ステーション、南下貯木場、田浦貯木地は運ばれてきた木材でいっぱいで、林業経済が可憐の地で花開こうとしていました。生産ラインはにぎわい、一時は500人余りが山で働き生活していました。ハロンワークステーションは一つの村のようでした。40数棟の建築物が稜線に沿って建てられ、事務所や製材所、消防倉庫、宿舎、そして生活と関係した様々な建物がありました。このうち信仰の中心となった新安宮は、地勢の最も高い場所からハロンを見守りました。林木の生産によって、ハロンは1960年から1980年の台湾の奇跡的な経済成長を促す一角を担いました。しかし、ハイリスクの生産プロセスは常に事故が絶えませんでした。1966年4月、1号作動でブレーキの破損による失速で17人が死亡、2人が重傷を負うという台湾の林業史上最悪の事故が発生しました。採石オーバーです。すいません。採石オーバーが原因の事故で、本来なら発生しなかった。多分早く山から降りたくて採石量オーバーしたのでしょう。そして切れてしまった。あの日、知南に行きました。ここでこんな不幸なことがあるなんて。作動の事故は多く、みんな覚悟はしていました。あれは不幸なことでした。ええ。だから、木下林庫を去ったのです。ええ。かつて山林では、台湾経済のために多くの生命が犠牲になりました。私たち人類も山林を伐採したことで、より大きなリスクと未知の代償を負担せねばなりません。幸いこれらはすでに過去のこととなりました。ハロンの生産作業は4号作動、5号作動の付近まで登った後、1975年に行政院が台湾林業経営三原則を認可して、森林開発を財源とすることを禁止すると宣言したほか、台湾林業改革法案の執行を通じて、多目的の利用を原則に、台湾の森林資源を活用する姿勢を打ち出しました。ハロンワークステーションは、1987年6月1日に伐採を停止し、1989年に正式に撤去され、山の下のカレンリング管理所南下ワークステーションに併合されました。山の林の中にあったハロンワークステーションも歴史の中へと姿を消しました。当時山の下にあった知南天雲ステーションは知南国家森林レクリエーションエリアと看板を掛け替え、自然教育センターも成立しました。ここでの生態環境教育は林務局の重要な使命となっています。ポンポン車は森林の小さな汽車で、この鉄道を走っていました。エンジンはガソリンで動くエンジンです。
台湾の伐採、集材、運搬の時代は終わりましたが、まだ停止されていない事業があります。それは造林です。今日までにハロンワークステーションの造林面積は2545ヘクタールに達しました。ハロンワークステーションの近くに病保があります。柳杉、二葉松、紅ヒノキなどの高級な樹木の苗を育っています。育苗と造林はハロンワークステーションの主な業務の一つです。伐採して取材した後運搬すれば空き地になります。そこですぐに造林するので、造林作業は中断されずにずっと続いてきました。造林の検知では木材が何本あるから何本伐採するとは言いますが、何ヘクタール造林したなど面積で計算することはありません。現場に行けばすぐに分かります。いずれにしろ伐採の後は必ず造林します。広告プレートを見つけました。1944年にこの辺りで柳杉を 14,291 株植えたとあります。記念のために写真を撮ります。上を見てください。棚田のようです。あそこも苗木を育てる場所です。ここで育っていた紅ヒノキの苗が今では樹林を形成するまでに育っています。綺麗ですね。ハロンは台湾林業の発展の縮図です。私たちは先人の苦労に思いを馳せ、山林が果たした貢献に感謝せねばなりません。現代に生きる私たちは、保育、教育、生命の尊重、伐採に頼らない生産方式などで斬新な林業の時代を切り開いています。しかし、これが最高の方法なのでしょうか。私たちは今も学び、試作と反省を続けることでしょう。私たちは古の先人を忍び、その貢献と犠牲に対して常に感謝の気持ちを忘れません。そして業務が順調に進むようお守りくださるよう祈ります。